これビールが進む。はい、そしたらね、今日も簡単料理やっていきます。今日はなんと、はい、そうめん使います。そうめんも安いですよね、夏そうめん。そしてもちろんめんつゆ、そうめんにはめんつゆで、刻みにんにくからの唐辛子、胡椒、刻みネギもいきましょう。で、ごま油、これだけで美味しい簡単料理やっていきます。はい、それではね、今日はもう簡単で早い、沸騰したお湯にそうめん入れます。これは柔らかくなるまで炊かないでください。だいたいね、1分ぐらいでいいんですよ。さっと、あんまり柔らかくなりすぎると後でね、炒めるっていうか、そういうことするんで、もうちょっとこう柔らかくなるぐらいでいいんです。一沸きしたらもういいです。はい、もうこれぐらいでいいですね。これぐらいで OK です。で、お湯を切る。で、ここでしっかり締めてください。あら、見えへん。はい、ちょっと見えにくくなりましたかね、ちょっと湯気でね。こう、あとはこう水でこうしっかり締めてください。あと、ぬめりを取ってね、しっかりぬめりを取る。この時点でね、ちょっと硬いですよ。でもいいんです、これでいいんです。で、しっかりね、水を切ったらこのまま置いていってください。次の作業に移ります。はい、それしたらね、温まった、フライパンに油ひいてください。僕はこれオリーブオイル使ってるんですけど、何でも構いません、サラダ油でもいいです。そこに刻んだニンニク、これをこうちょっと色づくまで焼いていくわけですよ。じっくりね、油にニンニクの味を移す感じで、こう入れね。そしたらね、ニンニクが程よく色づいてきたタイミングで唐辛子入れます。ここは唐辛子はもう香りだけね、香りだけをもらう、そんなイメージで。で、ニンニクがちょっときつね色になってきたなっていうタイミングでごま油入れます。あ、ごま油じゃない、めんつゆ入れます。で、これはストレートではないのでね、ちょっと水足します。で、そこに先ほど湯がいたそうめん入れます。もうこれだけなんですよ、これだけ。これをこう味を移していく。はい、ここでね、そうめんに味を吸わしていくわけ。まあ、要するにそうめんペペロンチーノ風みたいな、そんな感じでもある。で、ここね、こうもうバーッと強火でいいです。弱火でやったらもうぬとってなるんでね、そうめんが。で、ここでごま油少々回しかけ、はい、もうこれで出来上がり。
はい、ここでネギ、そして胡椒多め。僕は胡椒大好きなんで胡椒多めにいきます。ダーッと、はい、完成です。究極の油そうめん。はい、そしたらね、いただきます。油そうめん、これ南の方、奄美とかね、沖縄から下ぐらい行ったらね、こういう料理あるんですよ。これがうまい。いただきます。これビールが進む。そうめんはね、で安いし、で具もない、ちゃちゃっと作れて、これ夜食は太るかもしらんけど絶対うまい。でこれ飲みすぎのね、次の二日酔いの日とか最高だと思います。ぜひやってみてください。人生が豊かになること間違いなし。皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録よかったらいいねボタンよろしくお願いします。これはね、僕は夜食やな。うまい。